イカちゃんは日本のお笑いタレント。所属事務所はプロダクション人力車。山口県州南市出身。身長160センチメートル、血液型 B 型。本名は伊賀崎めぐみ。芸名はこの本名に由来する。弟が二人いる。実家は鮮魚店県居酒屋。中学生の頃に文化祭で友人数人と一緒に。 コントのようなことを演じ、みんながすごく笑ってくれたことで芸人になろうと思い始める。中村女子高等学校卒業後、スクールジャカに23期生として入学。両親の反対する中ジャカに受かったから行くといった強引な形をとって、最後は両親を納得させての入学であり、人力車を重くさそうと思ったのは、人力車所属の山崎耕也が好きで、ところぞくできたら、 山崎に会えるかもしれないと思ったことからとのこと。なお、最初反対していた両親は、その後、店の客に、テレビに出ている娘を見せるなど、とても応援してくれているという。ジャカに入学した年、前田昭弘との男女コンビ、イベリコを結成。前田が土木作業員もやっていたことから、土木作業の道具での物ボケに、イカちゃんが乗っかるという掛け合いの、 土木漫才などを演じていた。イベリコは約2年6ヶ月の活動の後、2016年9月に前田の引退により解散。イベリコ時代、ネタを書いていたのはすべて前田であり、イカちゃんはスクールジャガ時代からほとんどネタを作ったことがなかったことから、コンビを解散してピン芸人になったばかりの頃は無の心境だったという。ピュアなキャラクターから、 事務所の先輩で番組でも共演している。ドランクドラゴンからは、ポテンシャルの塊と言われ、女性版ミヤゾンという呼び声もある。日本テレビ、メレンゲの気持ちの2017年9月2日、放送会に出演した際に、イカちゃんを一押しの芸人として紹介した、今田浩二には、今までの芸人さんと違う。面白いかと聞かれたら、自信はないけど、ただただ癒されると評されている。 本人も疑うことは好きじゃないと話しているが、疑わなさすぎたことで友人になりすましたメールに騙されて金を払い込んでしまったこともあった。趣味はサックス、ドラム、K-POP、少女漫画、カップソング。特技は吹奏楽、打楽器をうまく叩くコツを言うこと、子供の世は野菜の千切り、何でも美味しく食べることができる、ヨッシーが卵を産む時の音の真似。 肉より魚が好きで、魚で特に好きなのはブリ。ブリ大根が一番の好物。高校生の時に実家の家業を助けるのを目的として調理師免許を取得している。M-1 グランプリでは同じ事務所所属の芸人と即席コンビを組んで毎年出場している。2017年2018年には肉体戦士ギガとのコンビ、イカちゃんとギガ。 2019年2020年はコネオインターナショナルとのコンビイカちゃんとコネオで出場。ネタはフリップネタが多い。フリップネタの時のフリップはイカの形をしているのが特徴。フリップを箱に入れる時はひらひらひら、ポチャンというセリフを発している。ネタの途中で客にクイズなどを振ったりしてやり取りすることがあり、指名した客をいいところを言いますなどと言って、 カップスタッキングのようにカップでリズム音を取って褒めるなど評価しながら歌うカップソングのネタをすることがあり、この2パターンを中心にやっている。この相手を褒めるカップソングの芸はアメリカ映画のピッチパーフェクトを見て、この映画の中で同じようにカップでリズムを取って歌うシーンがあることから思いついたという。衣装は主に蝶ネクタイに黄色を基調としたシャツ、 サスペンダーパンツで出演している。芸名にちなんでいかをあしらったワンポイントをどこかに身につけていることが多い。バラエティ特別番組ドラマ。ありがとうございます。